花子の憧れの地、北海道。ラベンダー畑と美味しい食べ物。次に生まれる時の場所は北海道を候補に入れたいですし。雪かきが大変そうだけどね。ノウサギやキツネと遊びたい。アザラシも。偶然会えても遊べはしないかもね。さて、北海道への夢を抱く花子さん、もうお休みの時間ですよ。今夜はこんな話にしてみましょう。札幌の定次郎、支笏湖。彼女と部屋でデートしていた時のこと。ねえ、怖い話しない？怖い話？うん、私もするから。そうだな、怖いっていうか不思議だったなって思った話をするよ。俺の実家は北海道の札幌近郊の小さな町なんだけど、たまたま仕事が休みだったから帰省していた。それで両親と俺の家族3人で札幌に住んでいるおばあちゃんの家にご飯を食べに行こうってなった。行きは父さんが車を運転して、帰りは俺が運転したんだけど、ご飯を食べて帰る時にはもう夜の8時を過ぎていて、周りは真っ暗だった。俺は当時あんまり運転に慣れてないのと、初めて自分で運転する道だったのもあって、助手席の父さんに道を教えてもらいながら運転していた。しばらく走って、父さん、今ここはどの辺なの？今 N 町の入り口だから家まであと少しだよ。自宅の隣町の N 町らしい。暗くてよく見えないけど。じゃああと20分くらいで家に着くな、なんて思いながら夜道を走っていたけど、いまいちその道に見覚えがない。それまでは乗ってるだけだったし、自分で運転したらこんなもんかなとか奇妙に思ってたら、 5,6 分走ったところで目の前に急に定次郎が現れた。え、ここ何？家族みんなでハテナ状態。だってここにこんな定次郎あったっけって。父さん、これどっちに行くの？右かな、右に行け。父さんはかなり焦った顔をしていた。右に曲がると細い農道みたいな砂利道だ。そこからは街灯もなく、 U ターンできないくらいの細い道。俺は怖くてかなりスピードを落とした。でもいくら走っても家に着かないし、俺も両親もかなり不安になっていた。まるで狐につままれたみたいだな。狐か、まあ幽霊とかじゃなければいいか、なんて思ってたら、前方で何か小さいものが動いているのが見えた。なんだ？なんとそれは小さな狐だった。あ、狐だ。近くになって見えたそれはやはり狐だった。減速した俺の車を見ながら、じろりとこちらを見て狐は横切っていった。北海道では狐が道路を横切るのはそんなに珍しくないんだけど、それでもなんだか気味が悪かった。それから少し走るとまた定次郎に当たって、今度も右に曲がったんだ。あ、ここ知ってる道だ。ようやく砂利道を抜けて舗装された道路になり、周りの景色にも見覚えがある。やっと安心した。それからは迷うことなく家に帰れたんだけど、今で一杯やりながら両親とこんな話をしていた。ねえ、気づいてた？砂利道に入る前に霧が出てたの。え、いや、俺は気づいてなかったけど。俺さ、あの砂利道は知ってる道だったんだけどさ、あそこゴルフ場の近くの道なんだよな。なんだ、知ってたの？俺てっきり父さんも知らない道で迷ってるんだと思ったんだけど。いや、知ってはいるんだけど、おかしいんだよ。あの場所にあの砂利道があるはずがないんだ。あの砂利道は地元近郊のゴルフ場近くの道なんだけど、本当は何キロも離れた場所にあるんだって。 N 町の入り口から砂利道に迷い込むまでの時間はせいぜい 5,6 分ほどだった。そんな短い時間で何キロも走れるわけがない。気がついたらすでにあの定次郎だったんだ。ほ
本当は歯医者さんがあるからそこで右折させたかったんだけど、途中に歯医者さんなんて見なかったわよね。本当に狐のせいだったのかな。狐じゃなきゃワープしたとかかな。さあどうかな。じゃあお前の番だよ。うん。高校3年の時に部活の行事で自転車で支笏湖に行ってみんなでキャンプをしたの。何時間も自転車を漕いでなんとか現地に着いたのね。そして夜になると誰かが肝試しをしようってよくある展開になってさ。支笏湖って有名な心霊スポットの一つでしょ。ポロピ内のキャンプ場から出発して山の獣道のようなところを進んで T 字路までたどり着いた。でも結局怖がりな子たちがやっぱりやめようって言って肝試しは中止になったのね。だからキャンプ場まで戻ったんだけど、私ともう一人の女の子 A ちゃんが先頭だった。でも一番乗りだと思ってたらさ、すでに同じ部の男の子の B 君が焚き火してた場所に座ってたんだよ。あれ？なんでもういるの？だってついさっき B 君を追い越したはずなんだよ。うつむいて暗く沈んだような雰囲気の B 君。 B 君さっき泣いたよね。うん。なんでここにいるの？おかしくない？なんだかよくわからなくて、後ろから来てるみんなに向かって大声で B 君いる？って言ったら、いるよ。何？って B 君が返事をしたの。じゃあ座ってる B 君は誰だと振り返ったら、もう誰もいなかった。おお、ゾッとするな。後で聞いたけど、あの場所では誰かが増えているっていうことがあるらしいよ。その誰かと会話を交わした人もいるみたいだし、他にもありえない道に迷わせられるとか、最初あったはずの道がなくなっていて行きたい場所にたどり着けなかったとかね。へえ、道を迷わせられるのは俺と同じだな。一体何の仕業だったのかは分かんないけどね。はい、おしまい。北海道での怖い体験談をご紹介しました。狐が登場するのが北海道という感じがしますね。そして日本最北の不凍湖である千歳市の支笏湖、とても水がきれいな観光スポットでボートや釣りも楽しめるようです。ポロピ内キャンプ場は現在は閉鎖されていますが、支笏湖にドライブしてきれいな景色を楽しんでみたいですね。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。